三重大学と三重郡小物町にあるベンチャー企業のバイオコモは、新型コロナウイルスワクチンの共同開発に取り組んでいます。開発を進めているワクチンは、注射針を使わず鼻から接種するタイプの鼻スプレー型ワクチンで、繰り返し投与が可能なほか、肺に加えて鼻など気道のウイルスの増殖を抑えることで、 重症化を防ぐだけでなく、周りへの感染拡大を防ぎ、ブレイクスルー感染への対応も期待されています。さらに、国内で接種が進められているメッセンジャー RNA ワクチンに比べて、副反応が少なくなることも期待されています。三重大学とバイオコモによりますと、人で行う臨床試験の前の段階にあたる ハムスターを使った実験で開発中の鼻スプレー型ワクチンは1回の投与で肺のウイルスの増殖を完全に抑え込んだほか2回投与すると鼻など気道におけるウイルスもほぼ完全に抑え感染の防止効果が見られたということです。これらののののワクチンの研究結果などが日本時時間のきょう午前1時アメリカの科学誌 アイサイサエンスに掲載されたたことが分かりましたワクチン研究に取り組む三重大学大学院医学系研究科の野坂哲也教授は鼻スプレー型のワクチン開発が加速的に進む可能性が高くなったと期待し次のように述べました。 いわゆる新規性というものがその論文にあるということが認められて、かつ技術が一応それなりの高さがあると、世界の最先端を言っている研究の一つであるということが認められたと、一般には考えられます開発中のワクチンは、新型コロナウイルスに対するブースター接種や、変異株への対応が可能なだけでなく、将来生まれてくる 新たなウイルスにも対応できるということです野坂教授は今後も新型コロナワクチンを毎年打たないといけない状況が数年は続くとした上で開発中のワクチンへの期待を次のように述べましたものすごくよく聞く反面、まあ副反応きついですよね だあれを毎年打つのかというところでやはり国民はもう少しその副反応が弱いあので安心して打てるワクチンというのを期待していると思うんですよね。その一つがやっぱり鼻から行くワクチンというのは、えー、期待していただいていいんじゃないかなと,、えー、と私は考えてます。